はい、ゴーです。ご無沙汰してます。レッスンです。今日のフレーズはスタッフの中からもね、あれやったらどうですかって声も上がってた、あまりに有名なフロアを使ったリニアフレーズです。このフレーズはミスタービッグのね、パッドトーピーがテイクカバーっていう曲でやって、あまりに有名になったフレーズですね。はい、行ってみましょう。はい、フレーズの解説です。リニアフレーズってね、何度かチャンネルのレッスンでもやってきたけど、考えればいくらでも出てくるし、みんなも頭使ってやっていけば考えられると思います。ただね、このフレーズはやっぱりそのすごい有名なのと拍をまたぐ感じがすごい面白いねっていうので有名なフレーズです。説明しますね。1小節16音符、1拍に4つ、タカ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 、この16分音符で、構成されてます。で、1拍目が足、フロアフロア足で、2拍目バックビートから、はい、で3拍目で、4拍目で、なんかつなげたり結構早く、なんか本当にこういうのはリニアフレーズっていうんだけど、一つの縦の線で一本点がこう線でつながってるみたいな、そういう意味合いが、ね、あるらしいんだけど、もう考えようでいくらでもできるんでみたいなのもリニアだし、いくらでも考えようがあると思うんで、ただこのフレーズはね、ちょっとこう足のスライドだったり拍をまたぐ、タッ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 、うん、タッタッみたいな拍音ね、2打でこうまたいでいったりとかするんで、まあ面白いフレーズなんで、みんな挑戦してみてください。